めげない人がない。わやさい。はい、今回の動画、うわ、重っ。よいしょ。なんとですよ。見て、イーストア、スクエアエニックス。ね、皆さん、もうわかりますよね。ラブライブスクールアイドルフェスティバルアフタースクールアクティビティワイワイホームミーティングミューズとアクアのメモリアルスペシャルパックがなんと届きましたので、これを今から開けていきたいと思います。まず開けましたら、納品明細書とあとピザのクーポンみたいなのが入ってたんですが、これはピザのクーポンではなくて、あの裏返すとね、まあなんかワンダーアクション、なんか広告っぽいですね。いや、これはまあとりあえずさておきよ。これですよ、これ。はい、で、まあ見てわかる通りですね、あの YS とレオナで、1セットずつ買いましたので、はい、合計4冊入ってるっていう形になりますね。でんでんでん、おお、え、箱もすごいしっかりしてんだね。で、側面が、こういう感じでね、アイコンになってる。で、ここがちょっと怖い、シールになってるんで、これ開け方ミスるとちょっとベリベリっていきそう。これ紙なんで。というわけで、ここカットしましたので、今から開けていきます。それでは行きましょう。3、2、1、オープン。おお、まずは内容がね、まあこんだけ入ってますよっていうのと、スクフェスアーケード運営チームからのメッセージが入っております。で、まず最初にポストカードですね。ホームミーティング専用の衣装、桜ペイントメモリーズっていう衣装のポストカードがなんと全員分入ってます。そして、はい、でかい、俺の顔よりでかい。ただでさえ俺の顔でかいのにさらにでかいってことは相当でかいんだね。こちらが、ミューズのメモリアルアーカイブね、1冊という形でめちゃめちゃ分厚いです。で、もう表紙の時点でかわいい。で、全員は収めてないんだね。ここに5人いて、裏側にね、4人いるという形ですね。これあれじゃない、ブレザーズハットの。あ、本当だ、帽子じゃん。だってニコニーもほら、チュッパチャップスの何これ、ストロベリー味舐めてるよ。俺も舐めたい。プロダクトコードシートっていうのも入ってはいるんですが、まあそれはね、あのゲーム内で使えることができる、まあコードになるので、それはまあちょっとお見せはできないんですが、まあそういったものも入ってるという形ですね。はい、というわけでまずはポストカードから開けていきたいと思います。もうね、本当に全員可愛いですね、はい、これ公式メンバーじゃになってるのかな。はい、エリチからの、コトイちゃん。いやー、やばいね。ウミちゃんウィンクですよ。あー、リンちゃんもね、元気いっぱいが伝わってくるこの表情、いいですね。いいね。マキちゃん、こう大人っぽいけど、このピンク系の衣装めっちゃ可愛い。というわけで、まあざっくりの紹介にはなりますが、はい、以上。まあちゃんとポストカードっていうからには裏面もしっかり書かれてます。これは全部統一ですね。はい、じゃあ本の方ね。はい、まずは最初。はい、あ、わあ、スクエサー系度感がすごいありますね。スクユニポスターであったよ、うん、ポスター ね、だ、そういう感じのがあってからの、あ、メモリアルアーカイブで、あ、今回の衣装からの、あ、もうやっぱ過去の、あ、まあなんか HR だったり、バースデースキルだったりっていうのが、はい、ありますね。だ、もう本当に過去のもの、こう なんつうの、だからスクエスアーケードのもうイラスト本当に全部詰まったような、感じになってますね。いや、もうなんか余計な文字とかもなくて、本当に絵だけっていうのがまたいい。本当に YS チャンネルもう一押し、ミューズ一押しの衣装ですね、これ、うん、キャットツインテール、ね、これ本当に可愛くて、やばくない？これもね、ポスターのキャンペーンあったけどね、もう本当に良かったよ、ね、うん。で、なんとこちら約400ページぐらいですね、はい、あります、まあとはゆっくり見ましょう。じゃあ続いてアクアいきましょう。はい、作りは一緒で、うん、本当にアクア仕様になってるという感じですね。はい、よいしょ。はい、まあ、一緒ですね。で、これはコードの、解放できる衣装がオーシャンパーティクル、フロアサークル、ウォーターエッセンス、ファンクションロック、シャインブライド、メイドインレジデンス。あ、でも、はい、はいはいはい、気になることあります、はい、メイドインレジデンスは、うん、メガネどうなるんでしょう。ゲーセンのアーケード版だとメイドインレジデンスだけは、うん、R がメガネかけてなくて、うん、HR がメガネかけてるっていう仕様なんですね。両方できるんじゃないかな。はい、というわけでポストカードをざっくり紹介していきましょう。まあ、アクアの方は9枚ではなくて、セントスの含めた11枚ポストカードが入ってという形になります。で、アクアがマリンペイントメモリーズ、セントスのがスノーペイントメモリーズという衣装になっていきます。まずチカチカから入ってきますよ。この衣装ですね、ゲームの方だとここのイルカっていうの、この真ん中のこの白っぽいやつ、これが動くんですよ、ね、はい、すごい
ポストカードなのでさすがに動きませんがゲームでは動くという形ですね。いやかわいいね。いやもう本当に綺麗だね。やばわー、りょうちゃん惜しい。しかもウィンクやウィンク。いやう見てりょうちゃんだけじゃないよ、ウィンクしてるのはヨハネもウィンクしてますよ。大優勝。このねこのお口好き俺ね。このそれかわいい、しかもウィンクしてこのお口はもう最強と、ね、最強だと思っております。はい、これも公式メンバー中ですね。花丸ちゃん、はい、からのマリ、いやかわいすぎる。マリ流行るねやっぱね。いいね、うん、で背景もやっぱいい。確かにすごいいい、うん、マッチしてていいね。でルビーちゃんらしいこのイルカがね、このルビーちゃんに合ってますよね。すごいいいよルビーちゃんも。えやばい、セイラさんかっこかわいい。ガラッと変わるね、うん、衣装が一気にかっこよくなると思いきや表情めちゃかわですよ。やばすぎる。そしてリアちゃんとこのね雪のマークがまたねセイントスノーらしい。ちゃんと奥にセイントスノーのこのマークもねちゃんと背景で描かれてて、結構細かいですねよく見るとね。はい、こちらメモリアルアーカイブアクアいきますよ。なんとこっちは表紙が5人じゃなくて、見えず5人だというこっち6人いるんですよ。ってことはこと、ね、逆裏側に、ああなるほどね、そっかそっかそっか、セイントスノーと一緒になってるから、なるほどね、6人5人か、なるほど、逆に3人だと思ったらセイントスノーが裏にいたと。はい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 、なるほど、はいはい、あで1年生とセイントスノーね、まあ、ルビーちゃんとね縁が深いですからね、セイントスノーはね、わかる、わかってるね、わかってるなあ。でこっちはね、チュッパチャップスマリーが舐めておりました。はい、というわけでいきますよ。まず1ページ目からね、ここはあミューズだからね、そうネクステの最初の、まあ、ポスターイラストで、これが、2代目のポスターイラストからの、まあうん、一緒だね、同じ感じだね、この新衣装の紹介からハイリーの、アーケードで出ていたイラストたちを MR から始まり、辛い、うん、まあ、この辺はねセブンイレブンのねクリアファイル大量回収とかしましたけども、まあ、いろんな思い出がやっぱ詰まってますね俺うちらからしてもね。やばそのページやばい、このページやばいですね。ヨーヨシがやっぱこの何公式順的に連番してるから、一応ね、まあ、2分の1の確率で1ページに収まるという形になっておりますね。はい、いやめちゃめちゃ可愛いね。ということで、あやばい、ここやばい、フラワーサークル、しかもようちゃんハートやっちゃってんのよ、もうこれで困り眉でね、こんなんさ手に入れない理由がないですよ本当に。めちゃめちゃやった記憶がありますね。で大好きなブラメロですよ、うちらブラメロのね旋回称号も取ったからね。はい、というわけで以上ですね、まあ、大きな、ね、ネタバレは避けるために、まあ、ざっくりの紹介にはなりましたが、とにかく可愛すぎて、めちゃめちゃ、目が癒される、2冊でしたね。はい、というわけで、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければね、高評価と、チャンネル登録ぜひ、よろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。いきます、せーの、じゃあ。世界は喜びが溢れている物語